ああ、もやもやする。なんかうちだけが悪いみたいじゃん。いや、あれはうちが悪いわ。何あれ、友達いないとか言ってなかったっけ。しかもちょっと可愛いし。ねえ、見た、今のあのオタク超アホ面してたし、あれ完全に落ちたよね。私のことめっちゃ好きになったでしょ。あんたもよくやるね。だって楽しいじゃん、カスを好きにさせるの。どうせあんなやつ女の子とまともに話したことないでしょ。私みたいな可愛い子に触れられるなんて今後絶対ないだろうし、夢見せてあげてるんだし、よくない？あのオタクメガネも幸せだ。あいやいやっていうか投げたらいい。今真上から落ちてきたよね。あれ、さっきの人倒れてる。まさか自分とぶつかった衝撃が後から影響して。あ、綾瀬さん。オーカル、一緒に帰ろ。あ、今日も活かしてるね、そのメガネ姿。バカ女にはわかんねえか、オカルの魅力は。男を落とすより頭にたらい落としてる方がお似合いだぜ。